こんにちは、A ジャーナルです。5月のプランニングをやっていきたいと思います。今日もですね、作った手順に従って Notion の中で僕の5月に使うページたちっていうのを作っていきたいと思います。まあ、主に月のページと、まあ、週のページ、日付ページとかとかですかね。前回ちょっとその3月の時に作ったやつのコメントいただいて、4月のこうプランニングっていうのをやってみたんですけど、まあ、それが良かったので、それをねちょっと手順に取り込んでやっていきたいと思います。今同じ方がね、もっとこうするといいですよってちょっとコメントくれたんですけど、僕もよくやり方が完全には理解できてないんで、とりあえず僕が、まあ、これでいいかと思ってのやり方でやっていきたいなと思います。じゃあまず録画するの忘れてた。危ないですね。画面も録画してやっていこう。それじゃあ月次の5月のプランニング計画立て、なんて言ったらいいのかな、プランニングかな、セットアップとかっていうのもね、バレットジャーナルの動画見てたら、セットアップとかって言ってね、ノートにその次の月の何でしょうね、カレンダーとかをこう手書きで作っていってらっしゃる方とかね、このノーションの日記を書き始めた時にバレットジャーナルっていう考え方を知っていろいろ動画見てたんですけど、ちょっと僕あの手書きのやつとかは僕の技術じゃ無理だろうな、センスとか技術じゃきついだろうなと思って、でもデジタルだっつってノーションでやってますけどね。ああやって手書きで書けたらそれもね、それで楽しいのかもしれないです。僕はなくしたりとかそっちのリスクを考えちゃうんで、デジタル推奨派というかデジタルの方が好きなんですけどね。こう物理で紙とかペンとか好きな人はいいのかもしれません。はい、余談でした。じゃあまず手順に従ってやっていきます。まあ、1個目はね、月のカレンダーを作るっていうので、 Figma でね、毎月作ってるやつなんですけど、これも作りました。これもね、Twitter とかでも言ってますけどね、配布してますんで、もし欲しい方は Twitter フォローしていただいて、ダイレクトメッセージでいただければありがたいと思います。ちなみにまあシンプルなねカレンダーなんで、後ほどお見せしたいと思います。じゃあ Create and name one week page in week with covers, Giphy and icon から copy it and create the rest of week pages using calendar view ってことで、まずは週ページを作っていこうということでございます。週のとりあえず1個作って名前つけろってことですね。やっていきます。やり方はちょっと隣で iPad とかで表示させといた方が楽だな。そしたらまず最初の週は何だっけ、5月の3から9かな。でアイコンとねカバーをセットしていきます。アイコンはね Google フォントっていう今日から探してきてます。あとね、5月のカバーを見つけていきたいんだけど、5月のイメージってなんだろうね。メイとかで言ったりするとなんか違うな。5月ってなんですかね。まあ、適当にねこんな感じにしようかな。で残りのページをカレンダービュー使って作っていけと。よし、これね、ちなみにこうオプションを押しながらドラッグ&ドロップしていくと、こうぐーっといけますね。これだな、別に同じカバーでもいいけどな、なんか並んでると気持ち悪いかな、同じカバー並んでると。どうなんだろう、ちょっとカバー同じでやってみますか。後で気持ち悪かったら変えますわ。で次手順の3ですね。次は日付ページを作っていきます。でダッシュボードから、ダッシュボードいい感じじゃないですか。これかっこいいダッシュボードを作りましょうって動画にしたんですけどね、あまり見られてない気がするじゃあ作っていきます。よいしょ、カレンダービューにして、よいしょと。毎回このテンプレートを反映させてるんですけど、それを毎回全ページやるんで、コピーする前にテンプレートを反映させとこう。でこれ縦に1個ずつコピーしていけば楽かも。これが一番オプションをしながらドラッグアンドドロップするとかページの複製ができるんですけど、それを他の日付のとこに持っていこうとするとうまくできなかったですね。同じ日付の中で例えば今8から21にコピーしても一回コインできるんですけど、ここに戻っちゃいますね。だからあんまいいやり方じゃなかった。まあでもいいや、楽にできたんでね、 OK です。これでそしたらテーブルビュー使って名前つけていきます。OK、 できました。そしたら週を入れていきましょう。これ名前間違ってるね、4から16じゃないや10から16か。
これを間違えてるな。なんで名前を間違えたんだろう。これ今気づいたんですけど、うまくコピーできてないページが多々ありますね。もう例えば5月10とか。なんでだろうね。アイコンがうまく反映されてないね。仕方ないから。ここもそうかな、17。なんでだろう。あと、火曜日もだね。おい。なんなんだよ。次はね、月の5月のページで日付をアサインしていきます。次、ウィークページにマンスページを入れていくと、週始めの月を入れてるっていう感じですね。週に対する月は、だからこれとかって5月は1日しかないんですけど、一応5月の週としてカウントしてるっていう感じです。で、一方で日付は、日付と月の関係はちゃんとその月の日付だけ紐づいてるっていう感じですね。なんかちょっとね、不整合があるんですよね。まあ、これは気にしないで。もしね、これ真似てというか、同じようなことやりたい場合は、いい方を自分で決めてもらったらいいと思います。2つのね、月を入れておくことも可能です。例えばこれ、この週は、5月と6月あるから、月もね、5月と6月入れておくっていうこともできますし、僕はね、最初の日付を基準に判断してるっていう感じですね。別に、両方入れててもね、悪いことはないと思いますよ。まあ、どうなんだろうね。デメリットが思い浮かばないけど、まあまあ僕はこんな感じでやってます。そしたら5月に、テンプレートをね反映させます。なんか変えたっけな、特に変えてない気がする。おお、やっぱねこういう出方になっちゃうか。ちょっと気持ち悪いね、この感じで出てくるのは。まあ消してもいいけどな、これページカバーなしにして。こちらはシンプルかもしれない。一旦これでやってみますか。5月はね、5月の終了時点だと 41% だって。今月も早いですね。今月もじゃないや、今年もだ。早いのかどうなんだろう。なんかまあ 41% って聞くと 41% の時点にいる気がする。早くもなく遅くもないという感じはしますけどね。皆さんどうでしょうか。 41% の進捗を目指してやっていくっていう感じだね。カレンダーを貼りますか。これカレンダー可愛くないですか。何回も言うのあれなんだけど、全然ね、使いたいですって言ってくれないんで、ちょっと悲しいんですけど、まあそんなもんかなと思います。そしたらまあ、予定とね、中身を書いていきたいと思います。よし。OK。そしたら5月のページができました。こんな感じです。まああんまり僕はね、5月というかね、月次のページはそこまでめっちゃ使ってるわけじゃないんですけど、週のページをね、メインで使ってるという感じにはなってます。はい。まあまあ、でもね、月のページももちろん使っていくんで、ここでいろいろね、また来月を見ていければいいかなと思います。はい。これね、1ヶ月に1回の作業なんで、ごめんなさい、いろいろ忘れちゃったり、ちょっとなんか、もたついたりしてて申し訳ないんですけど、まあ今月もこんな感じで、来月のね、プランっていうのを動画に撮ってみました。もし、参考になったとかね、面白かったという方があれば、高評価とかコメントとかいただけたらありがたいなと思ってます。Twitter もやってますんで、ぜひフォローしてください。カレンダーのね、画像欲しいですとかいうのも気軽に言ってもらえたらありがたいなと思います。以上、最後まで見てくれてどうもありがとうございました。また次の動画でお会いできればと思います。Aジャーナルでした。さよなら。